なあ剣心、カオルのやつ最近少しおかしくないか。実は拙者もそう思っていたでござるよ。そうか、だいたいあんなもんじゃなかったか。んなことねえよ。もう少しこうまともっぽかっただろ。ひょっとして何か悩みでもあってその反動で。そんなの飯食って寝て暴れてりゃ治るだろう。あ、おい、押し入れから音がするぜ。なんだろう、剣心開けてみろよ。承知したでござる。何をしているでござるか。後ろ手で縛られて猿グッズは賊にでもあったのか。なるほど、これがその反動か。奥が不敬ぜ。今ほどくでござるよ。苦しかった。剣心、弥彦、サノスケ、何でござるか。これだけは言っておきたいの。だからなんだよ。次回第9話はお庭番教習よ。え、それ本当に言っておきたいのはそれだけでござるか。ああ、もう一つあるわ。今まであなたたちが相手していた私、あれは偽物よ。ああ、おろ、だから偽物なの。本物は私。いや、わかんねえよ。もっとちゃんと話せって。そうしたいとこだけど、今日はここまで。あとは続く。次回お楽しみに。予告が続くな。両方偽物だろこいつら。